食後1時間置いてから寝ると脳卒中のリスクを減らせるそうです。1000人の患者を対象に欧州心臓がん会議が行った調査によると、食後60分から70分置いてから就寝した人は脳卒中のリスクを 66% 減らすことができたという結果が出ました。さらに就寝時間を20分遅らすたびにリスクが 10% ずつ下がるということが分かりました。これは事実です。しかし希望があります。少しだけ努力が必要ですが、健康の鍵をお教えしましょう。食後から寝るまでに最低でも1時間は取りましょう。脳卒中のリスクが減少するだけではなく、逆流性食道炎や睡眠時無呼吸症候群のリスクを下げるという調査結果もあります。ぜひ早めに夕食を済ませ、より良い睡眠をとりましょう。